アニモスコープチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ヒロトです。今回は 24AW ノンネイティブの、最近入ってきた商品についてご紹介させていただきます。それでは、まず最初にご紹介させていただくのがこちらのワーカーアランセーターになります。こちらに関しては希少なキットモヘアを使用していた使用したアランセーターになります。まあ、アラン編みっていうとかに関してなんですけど、まあ、そもそもアラン諸島の人と漁師とか、まあ、アイルランドとか漁師の方が着ていたものがこう始まりの柄になっていて、ちょっとこう、なんていうんですか、網っぽい、縄っぽいような命綱みたいなこう柄が特徴的なセーターになります。なので、まあ、見た目的にもすごく立体感が生まれるので、まあ、生地特有のこう保温性っていうのはもちろんなんですけど、見た目的にも非常に、ぬくもりを感じるようなセーターになります。そしてこのセーターの特徴の一つとして、着丈の長さ、前と後ろの着丈の長さが若干違っていて、後ろの方が少し長めの着丈になっているんですけど、こちらがラウンドさせていることによって、かがんだ時とかこうしゃがんだ時とかにボス肌が出ないような仕様になっております。なので結構日常使いもしやすいかなと思います。そして続いて紹介させていただくのがアドベンチャーハンドニットパウチセットになります。こちらは、職人の方が1個ずつ手編みで、作っているものになります。結構太めのウール糸を手編みで仕上げているので、すごくこうこれも保温性というところが非常に高いかなと思います。であとはデザイン的に首元がこう隠れたりするような仕様になっているので、こう首がこう出ちゃうとどうしても気温が下がった時っていうのは、寒さを感じてしまうんですけど、そういった面でこの辺は非常に保温性の高いものになります。なのでさらっと羽織れたりもするので、今ぐらいのこう気温の時期、夜が寒くて日中がちょっと暖かいみたいな時期には T シャツの上から着ていただいて、でこれから気温がぐっと下がった段階でコートとかインナーに着込んでいただけるようなものになっております。そしてもう一点紹介させていただきたいのがストレンジャーロングコートになります。こちらのロングコートに関してはバルマカーンコートを現代的にアップデートしたようなデザインになっております。で、まあ、特徴の一つとしては、やっぱりこの襟裏の部分だったり、このポケット袖口のパイピングの部分にレザーを採用しているので、すごくこう上品かつ高級感のあるようなデザインが特徴になっています。で、このコートの特徴の一つとしてはやっぱり、インナーにライニングに、ゴアテックスのウィンドストッパーを使用しているので、風をとにかく通さないようなかつ保温性のあるような、そしてやっぱり僕が一番着て思ったことは軽さがすごくあるようなものになります。やっぱり冬場のコートとかだとどっしりしていてちょっとこう重いな時もあるとは思うんですけど、そういったのがないようなすごい軽い軽量化されているようなコートになっています。そして最後にご紹介させていただくのがこのデュエラートレーナーになります。こちらのデュエラートレーナーは 24SS でもスウェード面のものが発売されたものの、今回は銀面になります。そして今回のこのデュエラートレーナーの特徴としてエイジング加工が施されているようなものになっています。なのでこう最初から若干こう雰囲気のあるようなこう使った感があるようなものになっています。なんで結構うちのお客さんとかでデニム履かれる方とかは相性抜群かなと思います。そうですね、まあ、結構ノンネイティブも秋冬アイテムが入荷してきてるんで、はい、ヒロトさん的に一番推しのアイテムは何ですか？めちゃくちゃ難しいですね、はい、でも今回のこの3方に関して、特にこのトップスの3方に関しては個人的にも、まあ、このコートはもう即買いを決めちゃったぐらいなので、もうこの2つどっちも行きたいけどなって今迷ってる状況なので、はい、特にここは僕の中でも一番もう楽しみに待っていたプロダクトになるかなと思います。はいはいはい、はい、そうですね、もう一番こう秋冬っぽいアイテムが今、ね、11月になってちょうど入荷してきたので、ね、はい、やっぱりこれからもっと気温下がってくると思うんで、やっぱそういった段階で着れるようなものをお探しの方はぜひぜひご検討いただければなと。はい、今回はノンネイティブ 24AW の、アイテムについてご紹介させていただきました。まあ、商品に関するご不明点だったりご質問がございましたら、まあアレモスコープのメールアドレスだったりお電話番号、まあ、または DM とかで、お問い合わせいただければなと思いますのでお待ちしております。チャンネル登録、高評価、コメント、随時お待ちしております。それでは。